どうも、芸人かけるプラス TS でございます。吉本芸人王の高田と申します。よろしくお願いします。さあ今日はね、涌井さんホーム画面自チーム西武ライオンズということで無課金やかでございます。おっあざっすーね。ということでね、ちょっとねこれ見てください。ドリームキャラバン、S30% 2枚当たってます。はい、まだね2周ぐらいしかしてないっすあのね、もう初っ端1回キャラバンボックス開けたら一発出るよって、で、あと2、3回、1回リセットして、で、また2、3回引いたらまた S30% 出てきたんで、これもうギータ出たがってるでしょ。ね。これ動画の最後に引きますんで、ぜひとも楽しみにしてください。よろしくお願いします。はい、でね、無課金オーダーですけども、無課金のガチオーダーは、まあ、もうね、極みが増えてます。はい、外野3人極み、坂本さん、特殊済みです。はい。3710ショート A ということでね、もう特集させてます。はい、田淵さんも極まってますね。兄貴も極まってる。まあね、ギータが来たらここね、丸さん一応特集して守備 A になってるんで、丸さんは変えないかな。多分変えない。田淵さん、あ、ライトにギータ置くか、ここギータにするか、田淵さんを変えるか、で田淵さんをキャッチャーにしてジョージ・マッケンジを変えるか。でもジョージ・マッケンジ A だから特殊して、もう悩みに悩んでおります。無課金やか最高、あれですね。今日の先発投手は、千賀投手でございますね。1試合エリア帯やって、その後ね、契約書開封していきたいと思います。よろしくお願いします。相手の方4割5分ぐらいだったんで、5分2人ぐらいだったかな。いや、かなり強いっすね。うん、ちょっと、怖さもあります。はい、さあ行きましょう。あー、セレクション丸さん持ってる時点でやっぱ強いよこの人、うん、セレクションガンガン引いた人じゃないよこの人。 OK ナイス。いや千賀さんね、一定のところまでは全然打たれないっすよ本当に。千賀さんはある一定のところまではマジで打たれない。ただある一定のところを超えるとバチバチに打たれる、まあ、それが千賀さんの、ついとこかな。バチバチに打たれるからね。でここのフォークとかちょっと遊んでみたりね。これ落ちない方ね、フォーク。完全に張ってるね、ツーシーム。OK よ。まあ、もう一球フォークいっとこうか。もう張ってるから早い球。で、あえてここのツーシーム。あえて速い球を織り交ぜていく。あざっす、あざっす。あ、え、ちょっと待って、今ちょうど警戒してた。あー、中地欲しい、中地は欲しいです。引っ張り警戒、中地さん欲しい。無課金あかりはそんなにいらないんだけど、坂本さんいるからメインで欲しいね、中地は。あ、外野前進、ちょっと待って、外野前進はあかん、外野前進はあかん。ちょっと警戒、ストレートとかね結構詰まったりすると思う。おい中地欲しいです。うまいね、やっぱここら辺の人はうまいね。ある一定のところまでは千賀さん通用するんですけど、一定のところ超えるとマジで通用しない。それが千賀さんのきついとこかな。一球縦スワをここ挟んだりとか。そうそうそう、ナイス。さあ行きましょうよ、打ちまくりますよ。うわ、相手山岡さんか。山岡さん、まあ、嫌いじゃないけどね、もうたまに当たると結構きついんですよね。あー、まあ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 、うーん、よく見ましたね。まあボールは見てこ、ボールは見てこ。さあ3球目は何か。まあ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 、そんな感じよな。おい、徳能前出し。まあ2点だったらまだ返せるかなってぐらいかな。いけるかもしれない。あー、まあ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 、うん、山岡さんいやらしいよ、これは。山岡さんかなりいやらしいよ。 OK、 化け物健在、あざす。化け物健在っす、もう化け物は化け物。 OK、 ボール球ヒットですね。ボール球ヒット最近多いよな、なんかいやらしいっちゃいやらしい。あの、相手からしたらかわいそうっすね。あ、いいとこにストレート投げるな。ストレート張ってみようか、ちょっと。OK、ナイス。あー、ダメか。
まあ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 いいでしょう。さあ、うわ、ランガンついてる。内川さんにランガンつけるあたりモサですね。うん、内川さんに称号をつけるあたりモサでしょうね。あー、これ落ち、まあまあしょうがないな。もうこういうヒッターもきついけどしょうがない。ここ落ちるか落ちないかのフォーク。あー、オッケーオッケー、落ちるか落ちないかのフォーク2連発。OK で縦スラス、縦スラに多分ねポップフライあげるよ多分この人。あ、ポップフライではないがまあ結構伸びたな。風強いんじゃない。おい、糸井さん、千葉マリンの風ちょっと吹いてない、かなり4メートル吹いてるやん。やっぱり4メートルは吹いちゃあかんよ千葉マリン、そこはあかん。やっぱね、糸井さん、糸井さんやっぱセレクションのあのオリックスのあれに限るよね、うん、こいや、さっきからこれめっちゃ打たれんな俺。あかんあかん。うわ、ノリさん、ノリさん怖すぎ。ノリさんはもう正直怖い。 OK ナイス、もう一球いこう、もう一球いっちゃおう。オッケー、レフトアップ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 。あかんない、やっぱもうちょっともう打たれるなぁ。こう縦スラね、これもう苦手でしょ、相手縦スラ苦手ね。オッケー、縦スラが苦手だわ相手、間違いないわ、うん、で、ここのツーシームですよね。これ打てないでしょ。オッケー、ゲッツーゲッツーゲッツー、ナイス。さあ打って終わりますか、4点逆転しましょう。さあジョージ・マッケンジー行こう、ジョージ・マッケンジーは行くよ、打っちゃうよマッケンは。はい、まあでも山岡さんやっぱ打てる感じはするけどな。うわー、ナイボー。いや、あかん、今のはあかん、あ、これセーフセーフセーフ。あー、お、稲川ペさんちょっと得の出てるから代打出さずにいくわ。いつもここ代打出すんですけどね。ライデル・マルティネス、ライマル、ライマルさんはこれ何、いつのやつ。あー、そこ止める。あー、ノリになってる、ノリさんになってるわ、中地じゃない。おい、アサムロ、ここいやビシで行くか、ビシでもいいか、本当は代打出すんだけどね、いつも。インコース詰まりました。当たりました。さあ S30、ゴールドキャッチを全部回復していきますか。まずちょっとゴールドから行っていい？ちょっとごめん、ゴールドからちょっと楽しみよ、ゴールドから行こう、運試しゴールドで。あー、まあまあまあ、おい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 、いいよ、 A ランク以上確定。さあここで青に引かれ、カットイン、ギータ狙いたい、ギータ欲しい、来い。まあまあまあ、はいはいはい、 OK、 いいよいいよ、全然いいよ全然いいよ全然いいよ。さあここですよ、問題は S30%、 ここで俺ギータ狙います、ギータ引いてもう盛大に締めます。この動画行きましょう、頼むよ頼むよ。まず、アラムジー出るこい、おいおい、やばい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 、あ、これやばい、マジかよ、頼む、青引っ掛けてくれ、青引っ掛けてくれ、え、あかん、カットイン、カットイン、カットイン、え、あかん、バリー、あー